今は8時40分です。今からメイメイにサプライズしていきたいと思います。まだいないからし、ちょっと考えよう。なんで？あ、メイいたんだ。うん、はい、ちょっと見てほしいものある。何？喜ぶかな。何？喜んでくれる？うん、じゃあ盛大に喜んでる。はい。やったの？ありがとう、嬉しい。ガチガチャでしょ？うん。すごい、どこでやったの？お台場。あったんだ。うん、嬉しいわ。これ2個空いてたから、おそろい。かわいい。探してたの、この前ガチガチャやった時なくて。嬉しいわ、ありがとう。かわいい、しかもチェックついてるんだ。そうで、これはこれ狙いだったの。パトリックがデカデカ乗ってんのがこれしかなくて、かわいい。これ当てるまでやろうと思ってやった。かわいすぎる、ありがとう。全部当てれなかった。ガチャガチャマジでこちら見ちゃうよね。マジでどこ行っても一回こうやって見てもらう、マジでわかる。なんかあるかな。でも鼻デカチンチンない。ないんだ。売り切れですって言われる。あ、そういうこと。人気なんだ。なのにみんなからは来る。みんななんかやってるよね、うん。なんかやっぱ iPhone ってさ、うちらの話絶対聞いてるって話しましたじゃん、昨日もそれ感じたんだよね、はい、昨日動画撮っててさ、カルディで買ったなんか黒糖くるみみたいな感じで黒糖くるみを紹介したのね、カメラに向かって GoPro に向かって、そしたらその後あの X の広告に黒糖くるみ出てきて、お菓子、ね、見たことないんだよ今まで一回も。怖っ。で、黒糖くるみなんかさ、どうやったら出てくるのって感じ。そうそう、検索もあんましないよね、絶対聞いてるよね、怖いよね。怖っって思ったんだよ。まあ実験しよう、鼻でかちんちん。びっくりしちゃった、私それで昨日。いや出ないな。出ない。今日はね、遊びます。今日はゲーセンに行きますよ、皆さんね。はい、久々に行くな、ゲーセン。そう、なんかずっとさ行きたくてさ、ね、そういう好きじゃん、ガチャガチャとかも、で行こうってなった。ゲーセンは久々だね。一回ゲーセンウィークやったけどね。マジ好きやね。オタク、私のオタク。毎日朝の8時からゲーセンする。あと全身タイツ。なんでお前。でもさ、あ、意味わかんなくない？なんでさ全身タイツでゲーセン行こうと思ってたんだろうね、あの時。ね、血迷ってた。なんかさプリクラを撮るだけとかな、わかるけど、なぜか全身タイツ、でも今日行くゲーセン結構広いっぽい、クレーンゲームやりたい。やりたいね。一度だけ行ったことがあるところで、何、撮影か。撮影、それもさ朝方まで撮影してたよね。そうそうそう。 YouTube とじゃなく別のお仕事で行った時に夜9時入りぐらいで、そうそう、朝の5時、4時とか。そう、家着いたの5時ぐらいだったから、懐かしい。懐かしいね。いっぱいいろいろあるからこれだけっていう感じじゃない、今日は。もう全体 OK って言われてる。メダルとかもあるでしょ。やりたい、ね、なんかシンガポール行った時さ、ゲーセン行ったのね。行ってたね。それでなんかスポンジボブのメダルゲームがあったから、メイがそれずっとやってたんだけど、なんかそこのゲーセンめっちゃあの紙が出てくるの、ゲームをすると。このちっちゃい紙がビビビビビビめっちゃ出てきて、なんかもうこんなどっさりになるのね、最初メダルみたいなことなんですよ。そう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 。でそれをなんか最後景品とかなんか交換できますよみたいな感じで、それを入れる機会があるの、その紙を。ピューッ。そうで、そこメイめっちゃそれで紙出て、ゲームいっぱいやったから、で紙入れたのね、全部入れたの。全部入れた後に気づいたんだけど、その機械なんか会員の人しか使えない機械だった。2個あったの、会員じゃない人のやつ、会員のやつ。で会員の方に入れちゃってて、でも言うのもめんどくさいし、そのまま放置して帰った。次の人めっちゃラッキーじゃん。次の人がめっちゃ俺みたいな、自分のやつじゃないぐらい入ってるみたいな。でも別に言うことでもないな。でもさすがにホテルでテレビつかなくなったの1回、その時は言った、テレビがつきませんって。日本語で、英語で。そのホテル日本語対応じゃなかったからさ。あ、言ってたね。そう、英語で会話した。すげえな。シンガポールは突然の雨が多い、スコール、そうそうらしくて、メイが行った時も何回かあったね。でそれで多分電波が悪くなったって説明されたんだけど、これ一旦置いとく、ここに部屋の。いや次いつ来るかな、ここに。3年後ぐらい、もう二度と来ないかもしれない。マイタケ入れてないよね、大丈夫、うち。お土産は貯めないように、やっぱ生ものとかあるから2日以内とかに持ってってんだけど、
まあね、置いとけるものは置いといちゃうよねっていう感じですね。帰ってだと持って帰ったら整理しないといけないっていう懸念。苦笑いしてて。いや、本当迷惑そうだね。あ、嬉しいってつって。受ける。今日は貸し切りでお借りしてるので夜っていうわけなんですよ。そういうこと。本当はさ、横浜だからさ、横浜でも行こうかと思ったらこの雨、うん、天気悪いよ最近。え、すごっ。福寿街坊でもこれ出る頃に終わってるけど、青春祭 by 今日好きになりましたのイベントに福寿街坊が初出展。出展、うん、ファッションショーを福寿街坊の服でやるってこと。へえ。モデルとして呼ばれてないんですけど、すごくない？すごい。そうたくん来てくれる。へえ。りょうかちゃんもだ。今日好きの TikTok だった。みんな見たかな。すごい、福寿街坊。え、待って、うちなんかさ、メイクやりたいと思ってたんだよね。なんか買い物とかしてて今日思ったんだよね。食べるやつ？うん。あ、ミスド食べ放題。うわ、やりたいんだけど。え、店で？うん。あ、裏何個いける？甘いんだよね、でも。しょっぱい、そのパイとかを食べたとしたら。え、でもパイ、うち結構重い派なのね。溜まっちゃう、うん、からそのシンプル系、あのポンデリングのさ、甘いのついてないのを最近で、うんうんうん、あえの挟みながらだったら、うん、甘いの控えめ、甘いの控えめとかで、いけ、量で言ったら全然10はいけると思う。その味がどうかなっていう。だからアイスティーとかカフェラテとかに飲み物にしていきたいな。あとラーメンとか挟んでいいな。でメイの限界食い見たくて、うん、甘いのだったらどこまで食べんだろうと。何個だっけ、最高。最高12か、うん、12は絶対いけるとして、うん、絶対いける。あと時間帯とかもあるし、うん、コンディションもあるけど、その最高の時に行きたいけど、ね、もし撮影許可がもらえるなら行きたいよね。ね、まあ無理だったら買ってきてでもめっちゃ大量に、ね、でもさ、その買ってきてだとさ、明日でいいやのがあるけど、その時間に縛られてて何個食べれるのかがすごい気になる。確かに早食いではないからな。時間がね、1時間でしょ。そうそうそう、ね、行けてさ、で1回3個じゃん、うん、4回回って12個じゃん。10分ぐらいで回っていかないと。確かに、ってなると結構だ、ね、結構早いペースで食べないと。だからまあそれやるってなったら、うん、その前にあのまた甘いの菌とか入れてたらめっちゃいける。あ、もう1ヶ月とかして、そうそう、モチベをめっちゃ上げといたら、多分めっちゃいける気がする。それはあり、ね、うん、あとウオベ早めに。最近生も食べてないから。あ、食べてない。てかユッケ、ふるさと納税の馬肉ユッケがうますぎたから持ってくね。持ってきて。めっちゃ美味しかった。美味しいよね、うん、タレもうまいね。そう思った。そう、タレもうまいし、あれご飯にめっちゃ合うのね。あ、いいね。そうそうそう、だから卵黄のせて絡めて、もう最高でした。馬肉ユッケうますぎユッケ、マジ美味しい。面白い笑いが怖っ。変わるかしら。昨日カルディ行ったんだけどさ、うん、カルディでウニソースっていうのを買ってみたのね、うん、ウニの味のソース、うんうん、お肉につけたりします、うんうん、するやつ。めっちゃうまかった、うんうん、ねえ、うち北海道でまたウニ食べたい。もうウニうますぎたな。でもなんかそのさ、怖い、自分で買うの。え、わかる。なんかこれで失敗したらどうしよう。そうそう、食べれなく、じゃあ柿当たったんですよ。もう当たってもいいから柿食べたい。うん、当たりたい。あ、そうじゃん。マジでもう一柿食べれない。そうだ、怖すぎ。この前撮影の時にメイに柿持って帰る。そう、危なかったね。で、メイいらないって言って、それをなんか説明書きに、生で食べたいなら届いてすぐ食べなさいみたいな、うん、それ以外は火を通してアヒージョとか、うん、なんか焼き牡蠣にしてください。でももう剥き牡蠣、剥いた状態で届いてて洗って食べるだけみたいな、うん、じゃあもうすごい量だったんだよね、うんうん、だから、まあ、食べれる分だけ生で食べようと思って食べて、したら一個だけ多分外れ切れてない殻と一緒になってるのがあって、ジャリジャリってそれも食べちゃったの。ペッて出したよ、それは、うん、それが原因かわからないけど、なんか気持ち悪いなって思ってて、うん、でもその下型、下から出てきちゃうのは3、4時間ぐらいでもうなんだって、でもノロとか食中毒って24時間後とか、うん、結構次の日とかが多いんだけど、うん、うちはもうすぐで、えっと思って。でもそれ以外考えられなくて、他に食べてるものとか、生系食べてなかったし、うん、バカ来たと思って、うん、
その日の夜やばかった。もう痛いとかじゃない、うん、もうなんかもう出てるみたいな、でもトイレから出れなくて怖くて、もうこう立ったりとかするので出ちゃいそうだから、ちょっとでも腹圧かかったらね、ごめんなさい汚い話して。やばいね、見るとウッてなっちゃう。へえ、生物は気をつけた方がいいですね。うん、本当にそう。だから美味しいもの食べた方がいいね、安全なやつ、うん、でも北海道行きたいね。北海道行きたいね、楽しすぎたし、なんか長くなくていい、もう食べて帰ってくる、うん、もう千歳空港でいい全然千歳空港でいいから。てかあれ行こうよ、ホテルビュッフェ、あの日向のやつみたいな。そう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 、うん、あれも強かったよね。うちディズニーの行きたいんだよ。予約取れるのそれすぐ。頑張る。メイのためなら。結構むずそうだねそれ。うん。シェフミッキーですらすごいんだから、ね。シェフミッキーもバイキングなの。ビュッフェ。そう、クリスタルパレス、うん、のやつあんじゃん。うん、あれもさ全然予約取れなくてずっと行きたかったの、うん、スイーツバイキングみたいな。そうやばい、あそこめっちゃ頑張って一回行ったもん。当日券でしょ、うん、でもあれすごいよね、だってリトルグリーンマンとかさ。そうだよ、食べれんだよ。だから回んなくていい。確かにパーク回んなくていい。そこ行けばいいか、一生懸命頑張って取ればもう一日それ食べればもう OK 帰れるっていうぐらい、チュロスもある、ティボトルタもある、春巻きみたいな、うん、もう全部。いやあれすげえよね、中華、イタリアン、うんうん、和食全部食べる。そう、あれ大好き。あそこだけ行ったらもう帰れるのに。よくない？あそこマジでいい。そのディズニーのホテルはどういうメニューなの？いろいろある。うちが行ったことあるので言うと、ランドの朝朝食バイキングはマジですごい、うん、普通のさホテルバイキングみたいな感じなんだけど、パンとかがミッキーだったり、うん、あのドリンクあんじゃん、うん、がガラス張りのあれに入ってて、うん、そこにレモンでミッキーになってたりとか、かわいい。もうだからカメラ持ちながら行かないともったいないって思って、もう撮りながらよそってみたいな。いいね。し普通に美味しい。ディズニーでも美味しいよね。なんでも。そうで、この間行ったシェフミッキーは味噌ラーメンを置いてあった。うん、天才と思う。すごい。ワンカップ大関大関みたいな感じで飲んだら結構酔っちゃったんだけど一口ぐらいサイズのあれで、だからうち3つとか食べて。うわいいな。な今いちごの季節だからさ、そういう系のビュッフェまで、いちごビュッフェとか毎年行ってね。うん、いちごビュッフェ行かねってずっと言ってる。ちょっと探してみよう。いちごビュッフェ東京店。もうちょっとで終わりそう。うわでも絶対うまいよ。やば。うわうまそう。あでも結構やってない。やってんだ。ヒルトン東京。え、かわいい。かわいい。え、絶対ピンクの服着てない。確かに。さすがにね。か白。ああ。だったら全然。確かに。平日安いよ。5,700円。土日はちょっとやっぱ1,000円ぐらい高い。四月行ける。平日はやっぱ空いてる。あの春休み明けが空いてますね。あれとかやりたいもん、うん、でっかいチョコフォンデュー3段4段ぐらいの、うん、すごい。ヒルトン東京お台場もあります。いちごと北海道フェアだって。え、北海道、北海道フェスティバル&いちごスイーツビュッフェ。じゃあ最近行きたいとこ多すぎて困っちゃう。そう、ほぼなんか毎週どこどこ行きますって言って。そう、でもそれが動画をにすることでみんなも一緒に行ってもらえてる感じ。てかいちご狩りさやったくせに全然いちご食べてるね。え、食べてるね。ね、なんか飽きるかもって思ったけど全然食べてるね。あれがいろんな味すぎて、いやそう、すごかったね。全然違くて全然食べてる。こんなにも違うんだって思ったもんね。さすがです。じゃあ今からタクシーを呼びたいと思います。向かっていくよん、ゲーセンに。では深夜のデートに行ってきたいと思います。行ってきます。行ってきます。プリーズチャンネル登録。本日の厳選はこちら。こちら、お越しいただきありがとうございます。はい、もう時刻は 夜更かし夜10時。はい、今からやっていきたいと思います。なんかお菓子が多いね。めっちゃ。そう、あっちが多いからとりあえずあっち行こうか。うん、今一周回ってきたんだね。この子本当にびっくりした急に喋り出す。メイがやりたいお菓子があるからまずそれやりに行こう。はい、久々で、しかもさ、あ、え、バクトレ横丁行こう。取りやすいよ。そうだよ、ここめっちゃ取れるらしいよ。一回さやってみよう。これグミ釣れたとか好きだった。グミ釣れてみる。レア好きそうじゃん。行くよ。グミ釣れろ。これへん。Yeah.
でも初心者マークとかついてますよ。あ、確かに。じゃあ取りやすいじゃん。これはこれ。見てみる。エア待っててね。エア取るよ。でも今日ね、エアにゲーセン行くって言ったら行こうかなって言ったから来るかもね。ありがとうございます。
ですか？あ、やばい。お、あ。すごく綺麗みたいな。あっちもなんか見て、あっち見てください。私はメイのために撮るんだ。本当、ありがとうね。メイは？メイは投げて撮れなかった。あれもありますね、押すやつ。そう、メイが得意。メイ強いから、これこのゲーム機メイ強いから。じゃあさ、こっちとさ、こっちでさやる。はい、あれ、はい、はい、あコインゲーム行こう。あ、うちらが
やって楽しいのはこういうのなの。え、やろうやろう、釣りにしよう。めっちゃ出てきた。やばい、久々なんだけど、この絵何がおもろいんだろう。撃つんじゃない。やった、でっかいの行こう。でっかいの行こう。なになに、なんかめっちゃ入ってくる。お、いけ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 、みんな入れようか。いけ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 。しょぼいの行こうぜ。こういうのはしょぼいのが楽しい。いいね。絵面なんだけど、ちょっと何百円かください。はい。肉まんかあんまんです。すごい。さて、どうなんだい。いけ。やあ。お、たい焼き。たい焼きだ。あ、たい焼きだった。たい焼き、ありがとう。はい。え、かわいい。かけてるやつ。ちなみにここはありませんでした、なんじゃもんじゃ。そう、
鼻でかちんちん。鼻でかちんちんいなかった。なかなかないんだよね。本当になかなか見ない。さあもううちらのファンがやってくれてる。あ、くれる？うん。多分次の誕生日エアだからエアの。めっちゃ鼻で送ってくださいエアの誕生日に鼻でかちんちん。待ってます。コスプレも借りれるんだね。あ、待って。うちらが好きなやつ。え、ちょっと待って。え、これさ限定味じゃん。そう。でも見たことないやつ。ここでしか食べるんだって。グリルバーガーとかなくない？ね。グリルバーガーとホタテバター醤油。やります。メイがやります。3個当てますメイが。結構押して。ゴー。うん。あ。2個。おお、2個だって。ダブルな。どうだ？さてまず1個目はこちら。グリルバーガー、そしてフレッチ種類できました。次、はい、このエアが大好きメントス、メントスさんは最大7個当たります。メイン7個当てます。7個当てます。いけ、そう、微妙最低の個数出ました。じゃじゃん、グリーンアップル、コーラ、ソーダ、レモンスカッシュ。え、すごいね。いいね。美味しそう、レモンスカッシュとか。じゃあプリクラ取りいきます。最近の流行りって何なんだろうね。やばい、うちらさプリクラやりたいって言ってるから、うん、最新把握していこう。そう、なごみちゃん、うちらがやるから。めっちゃこれ盛れます。え、しこれも盛れるし、周りのフレームかわいい。平成っぽいね、うん、何が人気なんでしょうか。あ、これはなんか聞いたことあるね。ルートミー、あ、聞いたことある。マイパレット、春色世界、聞いたことあります。 17% もね、はい、聞いたことあります。ポケモンあったよ。あ、嘘。え、すごい、ポケピース、うん、セルフスタジオもあるんだ、ね、気になる。あ、気になるの。これにしてみる、うん、やっぱうちら配信をやっていきたいから。しかもさ、見て、え、見て、これを見よ、え、これを見よ。一眼レフなんだけど、これどういうこと。え、フリフレだよね。うわ、やばい、すごい、ちょっとやばいかも。あ、撮れ、撮れちゃう、撮れちゃう、撮れちゃう、やばい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 、ノーマルっぽい、それノーマルすぎてる。え、めっちゃめっちゃ一眼レフ、めっちゃ一眼レフ。化粧してくればよかった。あと何、最新のコード教えて。教えて。何？あと何？キュッキュッ。4枚、うん、選んでいいよ。ねえ、全部ブス。エアいないから黄色にしよう。なんか韓国っぽいよりは日本っぽい。うん、映るよ。韓国のは本当に肌だけみたいな。そうそうそう、できました。可愛いだろう。本当に一番でかくて、ね、でも最近は自分で撮った写真をこういう風にしてプレゼントしたりとかできるっていうあれもある。なんかプリクラ撮らなくても漏れてる横画面のやつをこういう風に並べて、なんかお友達の誕生日とかにセットで送れるようなキットがあったりとかして、めっちゃいいなと思って。最新だね。楽しかったね。うわ、なんかこういういろいろあるゲーセンに来たかったの。わかるね。いつもはもう本当に決まったものだけ、クレーンゲームだけだったとか、プリクラとか、ガチャガチャみたいな感じだったけど、いろいろ遊べて楽しかった。楽しかったわ。結構福島帰った時とかもイオンのゲーセンとか行くんだけど、気づいたら観覧車がいっぱいいる。うわーとかやられる。さっきのあれみたいな。そうだから。明日私、チューブの撮影なんですけど、
ゃあそうしましょう、ね、メイも明日からポップアップだから、あ、そうそう、メイ明日10時半から松葉行かないといけない、大変大変、それは早すぎ、うちより早すぎ、うちより早すぎ10時半に家出るから、メイの方が早い、メイの方が早かった、というわけで本日はメイちゃんとゲーセンデートでした、はい、楽しかった、次はエア様を連れてまた遊びに行きたいね、はい、また来よう、エアも行きたいって言ってた、ちょっと今日は間に合わなかったんですけど、うん、行きたいとは言ってたから、それは来よう、ではまた次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ、おやすみー、こんにちは、今日はとってもいい天気なのでお花見に行きます。